てと、お前の無敵化を突破したわけだけど、どうする？打開でも使うか、それとも噂の打点解放か、それは僕もきついからやめてほしいわけだけど。さすがだ、ファルドラ、完璧だと思っていたこの顔をこんなやり方で。と言ってもこっちは時間もなくてね、開けたらおしまい、お前を倒す術を失うんだわ、大変だなぁ。そうか、残念だったな、なら今ここで殺すか。いやの、どうせ逃げられる、ならせめて素顔を晒して指名手配して、次は数の暴力でお前を抑え込む、能力者が集えばお前の光対策を真っ昼までもできるやつくらいいるだろ。正体出せよ、顔にコンプレックスでも持ってんのか。ああ、そういうこと。その、なんだ。どしたん、話聞こか。いきなり陰キャ定型文やめろ。いやいや、だって悪さとは程遠い真面目くんじゃん、陰キャ出るって、いや本当、わけあり。わけがあったらいいのか、俺はもうすでに二桁を超える一般人を殺してる。いや、そりゃダメだろ、僕が聞いてるのはなんでこんなことをしたかだ、理由があるなら聞くって言ってんの、知らない中ってわけじゃないし。とりあえず話をしよう、納得できないなら告発するだけだ、だけど申し訳があるなら。信用できるとは思えないがな、まあいい、告発が先延ばしされるなら俺もその間に。逃げるって言えないんだな、聞いてやるからもう今日は寝ておけ、昼に指定の場所に来いよ、聞いてやるから。逃がしていいの？裏切りだよ、重罪だよ、しかももう何人も一般人を殺してるのに。事情聴取だよ、殺すと判断するのは単調で簡単だ、だけど少しでも情報があいつから出せるなら生かすメリットはある。しかもあいつ、ためらった、バレたなら仕方ない、じゃなく防衛軍にはどうしてもバレたくないって感情が強い、もしかするとただの黒じゃないかもしれないだろ。そうだよ、誰だってバレたくなんか。いやん、もうバレてんだよ、僕に。なのにまだバレることに躊躇するってことは防衛軍内個人に対して何かしらの思い入れがあるんだよ、つまり関係者がいる可能性も捨てきれないだろ。証拠は持ってるからね。もちろんだ、あとフィロン、彼がその情報を狙ってフィロンを探すかもしれない。今日一緒に空港まで同行するから母国に帰れ、相手がラディウスなら僕のバッグにいるフィロンのことも筒抜けだろ。そうさせてもらうね。でもお兄は大丈夫なの？さあな、すでに開けてはいけないパンドラの箱は開けてるからな、もう今まで通りとはいかないかもな。やだよ、帰ってこないなんて、ずっと見張ってるんだから。僕はフィロンの言葉を返すことはできなかった、なぜなら僕は明日の2回戦、そこでもう一度命を狙われるからだ。憶測ではなく確実に、理由は簡単、殺したはずの相手が生きている、そして情報を持っているんだ、普通に殺しに来るだろ。正直、ここでフィロンを遠くに行かせて正解だった。精鋭部隊はフィロンを残して全滅。そんな結果を後から聞いた僕は大事な妹だけでも救えたことは大きな成果だった。嫌な顔するね。死を覚悟してるみたいな。当たり前だろ、防衛軍なんて悪に恨まれる仕事さ。常に背後から刺される覚悟はあるさ。帰ってこないと許さないんだよ。ああ、帰ってくる。フィロン、お前には嘘はつきたくない。だからこの言葉も。嘘にしないさ。ここから先は騙し合いの世界、もし僕が騙しきれたら勝ち、そんないびつな戦いだ。まずは明日の2回戦、そこで僕の生存を知ったリオがどう動くか、次はその後、もし殺しに来た場合、どうやって騙すか、そして次は相手に死んだと思わせてからどう動くか、この全てをこの大会中で行わないといけない、強者が出揃っている今だからできるんだ。試合会場か。下手なところで話してバレても面白くないだろ、ここなら監視カメラはない。それに運営側である僕たちなら何ら不自然でもない、個室取るよりよっぽど証拠は残らない。まあ、戦闘のことも考慮してっていうのは言わないけどな。それで本題、目的は何だ？目的は悪神教内部の情報を得て、防衛軍への貢献、これが主な計画だ。綺麗な思惑だな、だけどそれだけじゃないんだろ、それだけなら別にその情報を防衛軍内の人間に公開してもいいはずだ。聞いてる、過去も今でも悪神教内部にスパイとして侵入している防衛軍がいる。お前もその一人ってことじゃないだろう。そうだな、独自的なものだ。そしてこの得た情報は俺の手柄として使うつもりだった。それは好きにしたらいいんじゃね。手柄なのは間違いないわけだし。なら一般人を殺したのはおおよそ悪神教内部での評価を上げるためってところか、君主の主張だしな。そもそも君主という席をどうやって手に入れた、君主なんてあんたですら手を出せる相手でもないだろう。現に僕に負けてるわけだし。もともと、ルーメン家の宗派は悪神教なんだ。代々33番の席はルーメン家が継いでいた、悪魔に家系ごと気に入られているらしいから。この地位も祖父の代で途切れて誰もそこの席に座っていなかった。悪魔がよそ者を主教と認めなかった。そこで俺がその席に座った。都合が良かったからな。祖父は授業で、それとも討伐。誰かに殺された、死体は東京の廃ビルで発見された、俺はその時に祖父は悪によって殺されたと思って、正義の味方を目指し、防衛軍を目指すようになったんだ。
蓋を開けてみたら悪側で討伐されてましたってか。でも別に復讐じゃないんだろう。ああ、所詮祖父の死はきっかけに過ぎない。今はただ防衛軍で地位を上げて、天の絵隊長に仕事でも個人的にも、評価されたかった。色濃いか、くだらない。もともとラディウスの総合的評価は僕よりも上、つまり時間次第で隊長になれていた。そんな奴が名誉と実績が欲しいっていうのはどこか腑に落ちなかった。つまり、軍内の評価ではなく、天の絵隊長からの評価を上げたかった。まさか君主の力を手に入れた理由ってそんな理由じゃないよな。一人の女性からよく見られたい、そう思うからこそ力を手に入れた。その代償として悪心境を抑えるきっかけを作る。それでいい軍じゃないか。いい軍じゃねえよ、関係ない人たち殺してんだろ。正義が一般人盾にしてどうすんだよ。もうその理屈は古い、いい加減わかるだろ。その理屈で結果を残せたか。今を見ろ、悪は好き放題、一般人を利用して今もなお身を肥やしてる。正義も一般人を利用するべきだ。関係ないと放っておいたら正義がいつまでも不利だ。そうなれば犠牲者も増え続ける。助けれる人を助けれない？それは正義の怠慢なんじゃないのか。なら無関係でも運が悪かったと利用されるしかない。そうだろう、こっちだって命かけて普段から戦ってるんだ。で、その理屈を堂々と天の絵隊長に言えるのか。理解されると本気で思ってるのか。無理だろうな、少数派の思考だと理解してるさ。だからこそこそしているんだ。だが、今回の東京での活動、これがうまくいけば上と接点を持つことも可能だ。防衛軍を利用して成果を出す裏切り者の軍主、そう評価されればな。なるほど、それでどうしたいんだ。洗脳者を何人も、まさかあの洗脳者が信者とは言わないよな。時短だ、俺の悪試験ならあの洗脳者たちを信者として扱える。そしてノルマ以上に成果を出す。それで条件がいい奴は殺すと、何がしたいんだ。キメラだ、俺の悪試験、感情掌握、は意識を奪い、相手の感情を支配するもの。それは死体も例外ではない。つまり、誰かの意識を死体に移し、本人と思わせることもできる。俺はその技術で隊長たちのキメラレプリカを作っている。それが多大な戦力になると信じてな。マッドサイエンティストだな、死体をおもちゃにするなんて正気じゃない。だがその技術は使える。ラディウスの悪試験を利用して僕のキメラレプリカを作る。そこで僕が虚構支配で見た目を整え、限りなく本物に近いファルドラを作る。そうすればリオとジョルジュの目を逃れることができる。明日の生存率が上がる。ただし、それは僕もラディウスと協力関係を結ぶ必要があった。だがどちらにせよジョルジュは常に防衛軍にいる。ならもう僕は防衛軍には戻れない。なら、迷うことはない。ラディウスに協力する。オッケー、把握した。いろいろヤバいなとは思ったけど、防衛軍のためなら僕は否定しない。綺麗事じゃ語れない世の中だ。僕もラディウスの計画を黙認し共犯者になってやるよ。そうか、理解してくれるのか。理解、するわけないだろ共愛者。ああ、そこまでリスクをかけているんだ。それくらいの願望、許されないと割に合わないよな。正義といっても慈善活動じゃないんだしな。僕が生粋の嘘つきでよかった。僕は自分の心にも嘘をつける。正直、そのキメラ技術には驚いたな。ちょっと僕の分作ってみてよ。できればどこまで模倣できるか試したいんだ。僕の虚構支配を使えばもっと完成度を高めることができる。僕がリオたちを出し抜くために利用してやる。お前もその代わり僕を存分に利用するといい。そうか、ファルドラが力を貸してくれるならこの大会中には終わりそうだな。感謝するぞ。ああ、見返りはラディウスの計画が達成した時でいいか。もちろんだ、見返りは必要ないと言われた方が怪しいくらいだ。せっかくだ、俺の隠し部屋に案内する。ぜひそこで話そう。はい、利害の一致。せいぜい僕のためにその悪試験、存分に使ってくれ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。